シェドリック・バーナード・ロング・ジュニアは、アメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム出身の、プロ野球選手。右と左打、MLB のシアトル・マリナーズ所属。2019年12月までの登録名は、シェドロング。2013年の MLB ドラフト12巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグレッツで、プロデビュー。 24試合に出場して打率、256、1本塁打、8打点、1盗塁を記録した。2014年は、パイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスでプレーし、29試合に出場して打率、172、6打点、2盗塁を記録した。2015年は、A 級、デイトンドラゴンズでプレーし、42試合に出場して、打率、 283,6本塁打、16打点、2投塁を記録した。2016年は、A 級デートンと A 級デートナとーティガスでプレーし、2球団合計で132試合に出場して打率。293,15本塁打、75打点、21投塁を記録した。2017年は、A 級デートナと A 級ペンサコーラブルーワーフーズでプレーし、 2球団合計で104試合に出場して打率。281、16本塁打、50打点、9盗塁を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年は a 級ペンサコーラでプレーし、126試合に出場して打率。261、12本塁打、56打点、19。 当類を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2019年1月21日にソニーグレー、リーバーサン・マルティンとのトレードで2019年のドラフト指名権という条件とともにニューヨークヤンキースへ移籍し、同日中に今度はジョシュストワーズとのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。2019年は開幕を 参加のトリプル A 級タコマレーニアーズで迎えた。5月10日にメジャー初昇格を果たし、翌11日のボストンレッドソックス戦にて9番2塁手、で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは42試合に出場して打率263、5本塁打、15打点3盗塁を記録した。ありがとうございます。